Guys! モンスタージョン TV! 始まりました！モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたは、インガスラッシュでやっていきましょう。今回はですけども、フランキーの父親であろう人物たちのまとめでございます。これに関しては、すでに僕ね、二つ考えていたんですよ。で、新たにもう一つ、ちょっとこれもしかしたらっていうのがあって、で、まあ、今回はこの動画をまとめとして出しております。まず一番最初僕が話をしていた内容でございますけども、まあ、可能性としてフランキーの父親カイドウさんではないのかっていうところで、これに関してはいろいろとまあ共通点があって、そもそもカタクリさん兄弟に関してはお母さんがビッグマム、そしてカタクリ最高傑作って言われておりますよねってなってくると、父親誰なんだろうなってなった時に、この3兄弟の父親は、まあ、多分カイドウが来ると思うんですよ。それこそカタクリのあの口元だったりとか、そこを考えていくと、フクロウナギではなくて竜なのではないのかっていう風に思えるっていうことで、まあここはもしもそのままストレートパターンでお父さんがカイドウであるっていう風になった場合、まあこれはこれとして、だけども一番のポイントは大福でございます。この大福がやったらフランキーとガタイだったりとかがめちゃくちゃ似てるんだよね。こういう風に並べてみるとワオっていう風になってくる。そしてでございますけども、ただ単に似ているとかそんな話ではなくて、このフランキーがいろんなところで、まあ、竜と関連する流れが出てきているんですよね。例えばでございますけども、関東カラー。この関東カラーでは、よりによって、フランキーの顔に、なんかこう、竜の入れ墨があったりとか、他のところでは、こうやって見ていただければわかりますけども、腕のところに思いっきり竜が入っている。そして、胸元に竜の入れ墨が入っていたりするわけでございます。こんなにも、竜関連のものが、このフランキーにはある。そしてね、他の、まあ、こういったような、関東カラー系のところにも、まあ、このフランキーに竜の入れ墨があったりとか、竜の漢字が入ってたりするって流れがあるんですよ。なので、この竜と関係があるっていうところは結構濃厚だと思うんですよ。だからこその、カイドウが実はフランキーのお父さんなのではないのかなんて考えたりとか、そしてフランキーの髪の色、青でございますよね。そして、このカイドウさんが竜になった時の色でございます。青でございますよ。この青ってところも繋がってくる。そして、まあ、このフランキーさんがね、胸に入れ墨が入っている、それがまあ竜の入れ墨であるっていうね場面があるんだけども、その時に他に映っているルフィ君、ルフィ君に関しても同様に胸に入れ墨が入っていて、それが猿の入れ墨なんだよね。で、思いっきりルフィ君ね、モンキー D ルフィってことで繋がってくるわけじゃないですか。で、フランキーさんでございます。胸ってかまあこの首元だよね、首元に竜が入っているってなってくると、フランキーさんも竜となんか関係あるんじゃねえのっていう風になってくるんだよね。となってくると、やはりカイドさん濃厚なのではっていう風に繋がってくる。そしてもう一人でございます。まあ僕はどっちかというと、カイドウ氏かなっていう、その情報量的にはなんかカイドウの方が、まあ一致するようなところがあるので、そっち推しでございますけども、もう一つ、フランキーでも天才ですよね。作ってるものとかがね、もうほんと半端ないですし、そのビームとかもね、まあ作っているわけでございますから、とんでもないですよ。普通にはできないものを彼はできてしまうってなった時に、天才、ベガパンクとこれ繋がってくるのではないのかなんて考えるんですよね。例えば、クマが思い切りフランキーを飛ばした場所、これというのがバルジモアでございますよね。で、そこでもともとベガパンクは研究をしていたわけでございます。これたまたまなんですかね。そういったようなところも結構気になったりするんですよね。なのでベガパンクが意外とお父さんなのではっていうところも、まあ僕の中ではちょっと捨てきれないところではある。で、これについて別でね動画を出しているので、ぜひとも見ていただけたらなと思いますけども、これがまあ2つ目のパターンでございます。そして3つ目のパターンでございます。この3つ目もね、結構あるなぁなんて思っていて、ですね、赤髪海賊団ね、赤髪海賊団の中に一人、僕がスティーブン・セガールと呼んでいるキャラクターがいます。これコメントでもね、結構いただきましたけども、そいつの首元にも、竜が入っているわけでございます。で、意外とそいつがお父さんなのではないのかっていうのが、まあ、今回の新たな可能性でございます。まあ、もちろんね、このワンピースの世界には竜にまつわるようなものがいっぱいあるので、全てをそれだけで決めていくってことはしないですけども、だけどもあえて可能性を上げていくのであれば、マックスこの3パターンなのかなっていうふうに思うんですよね。まあ一切情報がないというところではロックスも捨てきれないけども、さすがに年齢が結構離れてるなと思うので、そこは多分違うと思います。なので今出ているところではこの3パターン、そしてこのね、赤髪海賊団にいるスティーブン・セガールさん、彼がまあ新たなまあ候補としては可能性結構あるのではないかなんて思うんですよね。だってもしもそうなった場合って、ウソップのお父さんもいるわけでございますよ
ね、ヤソップでございます。赤髪海賊団に、まあ、麦わらの一味のホットさんがこれでまあ2人になるなんてなったら結構面白いですよねっていうのは、まあ一つ見えるところではあるんですよね。まあルフィ君もね、シャンクスと結構ねつながりがあったりとかっていうので、赤髪海賊団と麦わらの一味が結構近しいような位置になってくるので、それはそれで面白いななんて考えたりとかで、少なくともこのフランキーの夫さんは大物だと思いますよ。やっぱ麦わらの一味ってみんながみんなですごい出世なんですよ。親がやばかったりとか、まあいろんなとんでもない境遇があるわけで、でフランキーだけ夫さんがまあノーマルでエースみたいなことは、まあ、ないと思うので、さすがに多分フランキーの夫さんもやばみな人なのではないのかってなった時に、まあカイドウさんの流れが来たりとかで、これね結構コメントでもいただいたんだけども、カイドウさんって涙もろいじゃないですか。フランキー涙もろいよねまあそういったところでも繋がってきたりとか、はたまたこのベガパンクに関してはやはり天才でしか成し得ないような、まあ、このフランキーの作ってるもの、ここでの共通点ってのも見えてくるわけじゃないですか。そしてこのスティーブン・セガールさんですよ。もうスティーブン・セガールで通しちゃってるけど、彼も、まあ、もしもフランキーの夫さんであるなんてことが起きたら、まあ、やはり今言ったみたいに、まあ、ウソップの夫さんもいたりとか、結構なんか関係性的には面白くなってくるなと思うんだよね。しかもね、確かそのスティーブン・セガールさん、髪色紫じゃなかったでしたっけ、困った時のグーグル先生、赤髪海賊団、はい、スティーブン・セガールで検索したら出てくるみたいな、ね、そんなあったらいいよね。ほら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 、思いっきり紫だねってなってくると、まあフランキーの髪色が青なので、年取ってるで、ちょっとまあ濃くなっているで、紫になっているみたいなね、そんなような見方もできなくもないんですよ。だからこのお三方っていうのは結構共通点がフランキーとあるんですよ。で正直これを絞っていくとなると、まあ出てる情報量だけでいくとカイドウさんの可能性がまあ結構高いと思います。だけどもまあ残りのこの赤髪海賊団にいるスティーブン・セガールさん、そしてベガパンクね、この二人もまあ言うて捨てられないところではあるというね、まあ現在では3つのパターンが、まあ、僕の中ではあります。意外と全然関係ないところで、やっぱ最近ねあのフランキーが思いっきりロボになってるんで、どこぞやのロボットがねあのお父さんだったみたいな、そんな流れもあのなくもないなくもないないわまあそんなような可能性が僕の中では、まあ、3つあります。なのでこれについてはぜひともみんなのねあのお声も聞けたらなと思っているので、ぜひコメント欄にね皆さんの思うことをね書いてもらえたらなと思います。例えばでございますけども、まあ、みんなが思うところ、この3択で言うのであれば、まあ、誰だと思うのか、もしくはいやいやいやこの3択以外にもあるんじゃないの、この人なんじゃないのみたいなね、そんなのコメントとかあったらぜひともいただけたらなと思います。まあね正直今の段階で完全に一択に絞っていくってのは難しい。やっぱ可能性があるところでは、まあ、この3つね、まあ3つまで絞れただけでも大概だと思うけどね、ここから新しい情報が出てきて、まあ、さらに絞れていくのではないかなんて思いますけどね。ベガパンクね、でもベガパンクは結構年齢いってそうなんだよなって考えていくとどうなのかなって考えたりとかね、まあ、ジャッジたちと一緒になんか研究してる流れもあったよね。まあ、ジャッジと年齢が近いとなれば、まあ、全然ねありえなくもないけど、でもフランキーって意外とね先輩なんですよ。だからそこを考えていくと、まあ、もうちょっと上でも、なんとなくベガパンクって年はまあ上な感じするんだよね。だからジャッジよりも上なのではないのかっていう勝手な、まあそういった主観も入ってるんだけども、そこ考えていくとまあなおさらまだ捨てられないというところはあるよね。そして赤髪海賊団の中でもスティーブン・セガールさんはなんとなく先輩に見えるんですよ。まあみんないる中でもこうやって見てもやっぱちょっと一人年がまあ離れてるのかなっていう感じもしないでもないので、まあそこ考えていくと彼がお父さんなのではっていうのも実際なくもない。まあ難しいところだけどね、みんなのやはり思うところぜひコメントに書いてくれたらなと思います。現状でね僕が一押しするのはカイドウさんでございます。やっぱカイドウさんがすげえ可能性高いと思います。だけどもまあ残りの2つもね捨てきれないと思うので、ぜひともみんなのコメントをお聞かせいただけたらなと思います。そして最後になりますけども、現在私のツイッターではプレゼント企画をやっております。これぜひともみんなで参加してほしいなと思っていて、30万人にやっとね達成しました。ほんとみんなのおかげでこの30万人っていうのを達成できたので、まあ僕ができる限りでの、プレゼント企画
るということで、今総額10万円分をね、プレゼント企画をやっております。これに関しては僕のツイッターアカウントをフォローいただいて、そしてここでツイートをリツイートいただくだけで、もしかしたら当たるかもしれないということで、ぜひともこれ皆さんがしてくれたらなと思います。で、僕がね一番自信持って言えることは、僕ね今までプレゼント企画ってだいぶやってきてるんですよ。それこそ1万人ごとにプレゼント企画をやっていくっていうのを僕前から言ってるので、それずっとやってるんですよ。で、やっぱね必ずこれね当たりますプレゼント企画って本当に恐ろしいのが、当たらないやつもあるんで、本当にもうマジでそもそもあげる気ねえじゃんみたいなのがあるから、そこでは信頼と実績ということで、ちょっと迷ってるな、これ当たるかどうかなみたいな、本当にくれるのかなってね、こう悩んでる人はもうぜひともやってください。もう信頼と実績で積み上げてきたモンスタージョン TV でございます。でも実際あれだよね、このプレゼント企画が終わったら多分だけど、いやでも時期ずれるかな、もしかしたら、31万人になるんですよ。ってなると次回のプレゼント企画が、結構近いということで、だからね可能性は本当常にあるんで、みんな参加してくれたらなと思います。あともうちょっと最後にご報告でございますけども、ゲーム実況でございます。このゲーム実況がやっと再開できそうです。とにかくね今家の流れで、まあなんかねゲーム実況がすぐできないような状態だったんですよ。それこそパソコンを新しくした流れで、もう前の古すぎてね新しくして、でまあセッティングは終わってないんですけど、まだこのセッティングをやるだけでやっと配信ができるということで、まあ近々この配信やっていきたいなと思いますんで、概要欄に出しておきます。僕のゲームチャンネルぜひともみんな登録してくれたらなと思います。そこではジャンプフォースだったりとか、あともともと僕がやっていたようなレインボーシックスとかもね、もうちょっと久しぶりにやろうかなって考えたりとか、あとはトレクルとかね、トレクルも僕結構長いことみんなお待たせしておりますので、トレクルもやろうかなっていう風に思っております。あとワールドシーカーだよ、ワールドシーカー早くやりたいよということで、早めにセッティングしますんで、皆さん楽しみにしててください。で、やっぱね生放送っていうのはみんなとリアルタイムでもがっつり喋れるから、それが一番面白いんだよね。で、まあ考察生放送もねマジでこれ面白いから、なんか考察が生まれる瞬間っていうのがみんなにねこう見せれるんで、これはこれでね僕好きなんですよ。だからそういったのはゲームやってながらでもなんか考察の話とかしたらね、いや、ちょっと待って、みたいな感じで、どんどん生まれてくるみたいな流れが全然あるんで、まあ、そこら辺生放送とかね、別物としてなんか楽しみにしてもらえたらなと思います。ということで、最後にいろいろとご報告ありましたけども、改めて今後とも皆さん、モンスタージョン TV をよろしくお願いいたします。最後になりますけども、ぜひとも皆さん、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく、そして私のツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしましたよって一言言ってくれたら僕もフォロー返しますからね、ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。それでは最後になりますが、じゃんけんタイムいきます。最初はグー、インガザラシということでパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!